こんにちは、しみみチャンネルのしみもです。はい、ということで今回はですね、今回はイオンに来ているんですけども、何をするか聞かされてません、はい、何をするんですか。はい、今日はですね、今日も美味しい企画でですね、はい、美味しいんですか。美味しいです。今日はですね、イオンで2000円チャレンジでございます。はい、じゃあこの2000円で好きなものを買っていただきたいと思います。はい、ここはどこでしょう。はい、ここはですね、化粧売り場。そうですね、化粧メイクの前にいます。それでですね、私が欲しかったものがキャンメイクになりまして、それがこちらです。じゃーん、これこのね、香水なんだけど、うん、はい、こちらですね。ちょっと倒れてるんだけど、ホワイト、これが多分ホワイト、ブルー、グリーンっていう、なんか3種類でも、なんか新色も、新色もあるらしいけど、ここにはちょっと今ないみたいね。はい、石尾ちゃんが今回欲しいのはホワイト。ホワイトがすごいいい匂いらしくて、ちょっとね、テスターでちょっと禁止されてるから、ちょっと今匂い嗅げないんだけど、まあ、しほちゃんはそれを信じて買うしかないですね。ネットの口コミを信じて買いましょう、はい、いや楽しみだ。で、これが700円ですね。はい、じゃあ、あと残り1300円チャレンジでございます。はい、次マスカラ。そう、マスカラ、マジョマジョですね。いや、迷ってるよね。最近そう、まつげがね、大事なことに気づいて、うん、そうね、一重とか特にね。そうね、いやでもな、もう一個欲しいのがあって、ね、はい、これなんだけど、このメイク、これ、ね、メイクキープミスト、これいいよ。いい、これめっちゃママ有名だよね、これ、うん、めちゃめちゃ欲しいなと思っててけど、こっち1200円じゃん、うん、でさっきのマスカラ1100円じゃん、それで終わっちゃうんだよね。どっち取ろうか迷ってます。さて、じゃああと1個はね、お楽しみということにしますか。ちょっといっぱい悩みそうなので。はい、そうですね、購入品紹介までお楽しみに。バイバイ。はい、ということで帰ってきました。ということでね、約2000円チャレンジ、私が選んできたものはこちらの2つです。まず1つ目がこのメイクミーハッピーオートトレワホワイトっていう香水と、2つ目がこのメイクキープミストですね。メイクの長続きできますよ、長時間キープしてくれますよっていうミストですね。2つを買ってきました。まずね、このホワイトの香水、これをちょっとね、匂い嗅ぎたいと思います。店でちょっと今コロナじゃんだからテスターが使えなくて、ちょっと匂い口コミでしかあんま聞いたことがなかったので、ね、嗅いでいこうと思います。はい、ホワイトが一番ね、匂いがいいってすごい、そうホワイトが好きって人が口コミでは多かったので、これ買ってみたんですけど、今後また揃えられたらなと思います。見た目はこんな感じです。ピントが合わない気がする。このままピントが合わない気がする。かわいい。ちょっとね、匂いを嗅いでみたいと思います。あ、待って、やばい。あー、なるほどね、いいかもしれない。すごいね、さっぱり系の匂いです。あ、さっぱりしてる。あ、いいね、さっぱり系の匂いです。さっぱり系ってもわからないかもだけど、さっぱりしてます。いやー、いいね。これ今度休日とか、明日とかね、今日金曜日なんですけど、明日とかつけたいなと思います。
え、よかったよかったよかった、これはもう愛用確定だわで、次にこれメイクキープミスト開けていきます。え、かわいい。まず容器がかわいいよね、このピンク見て、かわいくない？なんかこの、私こういう色好きなんよ、こういう色も好きだし、ああいうバイってもわかんないか、薄いピンクも好きだし、これはどうすればいいんだ。顔から15センチぐらい離し、目、口を閉じて全体にムラなくスプレーしますって、5、6回が目安。スプレーの後は肌に触れずそのまま乾かしてください。なるほど、容器を10回以上振ってからお使いください。とりあえず振りますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら目をつぶって吹きかけるといきます。5、6、OK、OK っぽい。これで何もする触らずに乾かすと、いやー保たれるんでしょうか。今ねやってみた感想を、なんか肌がすごい冷たくて保護されてる感があります保護されてる感があります。初めてやってみたんだけど、すごい匂いとかも全然気にならないし、いいですねこれ。さすが口コミで、口コミ、なんか最近よく出てますよねこれ、すごい有名、 CM とかもやってて、そうなんだから、すごい気になってて欲しかったんだよね。はい、ということで2000円チャレンジはこの2つを買ってきました。ということでね、皆さんめちゃめちゃ良かったので、ぜひ買ってみてください。ということで、それでは、バイバーイ。